はい。ハッピー世界線の皆様、こんにちは。竹千代です。今日も手帳タイムをしていこうと思います。で、今日の手帳タイムなんですけれども、今ね、何を書いてるかって言いますと、あの、今、長沢のジャーナルスタイルですね。えー、っと、関西、えー、神戸、三宮。 の、ジャーナルスタイルで、アッシュフォードのそのペアをやっていて、私がね、なんかこれまで買ったこれまで買ったこの1年ぐらいで買ったあ、これまで買った手帳か <laughs>。これまで買ったアッシュフォードの手帳で、まだね、あの、売っているものとかに関して、なんだろう。 こういうのを竹町さん今まで買ってました、みたいな、そういうコーナーができてるんですよ。私もね、まだね、全然コーナーを見てないので、あの、どういう風に展開されてるのか全然わかんないんですけれども、えっ、ー、と、その展開がされておりまして、そこでね、なんか今日ね、向井さんから LINE が来て、あの、なんかその商品のさ、その説明ではないけれども、この、 システム手帳はここがポイントやで、みたいなところを、なんか50時ぐらいで、あの、コメントをくれないみたいなね、ラインが来て、でもそんだったらさ、なんか、まあ、50時以内で別に書くのは全然さ、簡単なんだけれども、送るのは簡単なんだけれども、だって だったら、だったらね、私はさ、<laughs> あの手書きが好きだからさ、どうせさ、なんかさ、そのデジタルでさ、LINE でそのポチ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 打つんだったらさ、どうせもう手書きで一回さ、私下書きしてからいつもそのデジタル打ちするからさ、だったらその手書きをね、どうせするんだったら、普通に手書きポップの方が良くねえかっていう話になって、でそしたらじゃあ手書きポップに行こうみたいなね、話になりまして、今ね、ポップを書いております。で、 一応、私がね、今ね、書こうとしてるやつが、えっ、ー、と、イシューでしょイシューの HB×WA5 と、あとはディープのミニ録と、ストラーダのバイブルと、あと、レーニエですね。あとはディープのライフオーガナイザーとか、あとはビタリータさんとか、レクタングルオルターとか、マイミクスチャーとか、キャバリエとか、ミリクロスとかね。あの、それらの手帳のちょっとポップをね、 書こうっていう動画です <laughs>。すごない。あ、なんで、これね、書いて、え、いつ頃この動画をあげられるんだろうな。まあ、なんか、向井さんに連絡して、別に、え、ど、ど、その作成風景だったら、じゃあ上げていいよってことであれば、あの、即ね、あげたいなと思っているんですけれども、まあ、とりあえず、これをね、まあ、今日、まあ、明日ぐらいには送りたいなと思っておりますね。さっきなんかその連絡が来て、でも書くこと自体はさ、私はもう何のね、何の句でも何、 でもないので、手書き、手書きポップなんてね、書店員時代にね、いいし、もう死ぬほど書いたから、そんなのはね、お茶の子さい,さいでございます。ということで、えっ、ー、と、ポップをね、書いていきたいなと思います。まず、これでも書き出してるんだけれども、えっ、ー、と、私の初めてのアッシュフォード、それがね、一周なんですよ。一周の HB×WA5 ですね。 なんで、あの、書いてる途中ね、もしかしたらさ、無言になるかもしれないんですけど、見てて <laughs>。これが実際に、えっ、ー、と、中さのジャーナルスタイルには送られて、まあ、どういう風にそのポップを貼り付けてくれるのかわからないけれども、とりあえずその手書きのポップがね、いきます。しかもさ、あの、紙がさ、あの、ライフのね、あの、情報カードの裏に書くっていうね <laughs>。こんな感じで書いております。そう、で石はね、私の初めてのね、アシュフォードだと。で、えっ、ー、と、なんかもう思い出ありすぎて、 えーと、語ることが分かりません。語るべきことが分かりません。ことが分かりません。これもポップと言えるのだろうかって書いてある。<laughs> これは、果たしてポップと言えるのだろうか <laughs>。っていう風な感じで、えーと、私はですね、お気楽にポップを作成していこうと思います。果たしてポップと言えるのだろうか。 だから、もしね、あのなんか買うとね、そのコーナーの中からなんか買うとなんかサイン色紙みたいなやつがもらえるんですよ。サインリフィルですね。もらえるんですけれども、まあじゃなくてもね、こういうなんかまあ手書きでね、いろいろなんか書いたのを見てもらうっていうのってさ、そうそうないからさ、なんで興味のある人はぜひぜひね、行ってみてください。私の初めてのアッシュフォード、これがイシューです。これあれだね、裏にさ、 書いとかないと何について書いたか分かんなくなっちゃうよね。イシューの、H、b, hb かける w, a, 5って書いておくか。途中ね、ちょっと倍速にするかも。あの、私、こうやってさ、語りながらやってると、絶対にこれ1時間、一時間もかかんないだろうけど、もう40分くらいかかっちゃう気がするから、イシューの、えっ、ー、と、hb かける w, a, 5のポップと。 ちなみに私はね、パープルでしたね。最初の初めてのアッシュフォードね。あの、最初はアッシュフォードの HB×WF のアンバサダーとしてね、なんかあの、お声掛けいただいて、そっからですね、アッシュフォードのご縁がね、えー、で、これ、一周オッ OK でしょ。次がディープか。ディープのミニ6ですね。まあ、ディープのミニ6もね、使ってたの相当前だからね、あの、もう何年も前の話よ。だからもう、 そもそもの思い出が、ディープ。ディープ、ディープ。ディープはやっぱりあれだよね。うーんと、はじめましてのシステム手帳にぜひっていう感じかな。はじめましての。はじ、はじめての、初めてのミニロックは、 やっぱりディープとかかな。やっぱりディープ。<laughs> 皆さんは初めてのミニ録なんですかね。やっぱりディープ。まあディープ自体がさ、アッシュフォードのそのエントリーモデルなんでね、割となんかその価格的にもね、すごくなんか手を出しやすいというかね、 あの多少の区面でね、買える手帳になっているので、これはほんと素晴らしい手帳ですね。経年変化を味わえて、かつエントリーモデルとしての、このプライスみたいな感じなのでね。え、だってディープのミニ6 1万円ぐらいでしょおそらくね。えーっと、アシュフォードの、アシュフォードのエントリーモデル、ディープ。 ディープね。よいしょ。えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、エントリーモデルながら、エントリーモデルながら、エントリーモデルというが、モデル言うけど、もう本側の楽しさをね、味わえると。本側の楽しさ。 めちゃめちゃ味わえる皮になってますと <laughs>。味わえる皮になってますと。なってます。割と経年変化も早いんじゃないのかなそれもそのまま書いとくか。割と経年変化も早めだと思われる。経年変化も早めだと思われる。 思われるぞよ <laughs>。よいしょ。こんなんでいいのか <laughs> 本当はさ、なんかさ、ポップとかってさ、その商品のさ、魅力がさ、めちゃくちゃ伝わるようなね、えー、書き方をしなきゃいけないんででしょうけれども、ただ私が書くとこうなるよって話ですね。もう、お客さんに語りかけるように書くっていうね。で、こうディープッ OK でしょ。次、ストラードですね。よいしょ。 ストラーダ、ストラーダ。もうこうやってね、あの、このね、ペンでね、なんだっけ。こっちの、この、このペン、ステッドラーのテキストサーファークラシックのこの水色を使って、あ、お湯が沸いたわ。えーと、こちらの水色を使って、この枠を描いて、本当はネイビーがあればよかったんですけど、アシフォートのカラーってネイビーだから。 それがあればよかったんですけどうちにはネイビーのマーカーはね全然ないのでちょっと水色でご勘弁をって話ですねで次ストラーダですねストラーダ10年使いたい手帳かな10年使いたい手帳使いたいそれがストラーダ <laughs> それがストラーダだっていうね え、でもこれはね、マジよ。あのね、ストラーダのね、すっごいね、かっこいいね、ビジュアルの写真が昔あったのよ。あの雑誌のね、裏拍子を飾ってたのかな。趣味の文具箱とかの。飾ってたと思うんですけれども、本当にね、この子はね、やばい。うん。す、うんってかなんだろう、経年変化の仕方がちょっと、うーん、言葉があれかもしれないけど、エロいですね。<laughs> めっちゃね、え、 これがこうなるみたいな。最初なんかマット系なんだけれども、えー、もう使っていけば使っていくことにね、多分く、くたびれていくのと、あとツヤが出てくるのとでね、両方ね、味わえますね。留年使いたい。それが伝え、それがストラーだということで、えー、っと、なんだろうなここに全部書いちゃったな。言いたいこと10です。<laughs> それがストラーだ。傷すらも。 傷すらも全部味にしてくれる。傷すらも全て味にしてくれる。味にしてくれます。ちなみに私の、ちなみに私のストラーダちゃんはですね、ストラーダちゃんは、えー、っと、背の部分をですね、 背の部分をうさぎに噛まれております <laughs>。背の部分を、えー、っと、うさぎさんに噛まれた後がありますと。噛まれた後がありますと。後があります。しかし、それすらかっこいいっていうね。それすら。 かっこいい <laughs>。って書いておきましょうね。かっこいい。よし。一応ね、そのイベントの時にね、あのー、その手帳とか自分が使ってた手帳とか全部持っていこうとは思ってるんですけれども、まあ、過去のそのインスタグラムとかを遡っていただくと、いや、ただね、遡るって言うとあれだね。今簡単に遡ればって言っちゃったけれども、私のインスタグラム遡ろうとすると多分5年ぐらい遡らなきゃいけないから、ちょっとそれは濃くかもしれないね。いよいしょ。 んよいしょっと。ちょっとこっからね倍速にしていこうかな。もう一枚書いたら倍速にしていこうか。まだ11分しかたってなかったよいしょ。い。 多分倍速にした方がね、結構その作業的な音みたいなのはもしかしたら入るかもしんないですね。今ちょっと入りづらいかもしれないけど。えー、次はですね、レーニエのクラッチジャケットバイブルサイズですね。あ、レーニエ続いてるわ。レーニエのクラッチジャケットのバイブルサイズ25ミリリングとレーニエのライフオーガナイザー HB。これが続いてますね。まずなんだレーニエクラッチジャケット。カバンかですよね。あ、やばい。 この裏に書くの忘れた。ストラーダ。ストラーダ。あ、しかも逆に書いちゃった、これ。<laughs> ストラーダでしょで、次は、M6 ディープ。よいしょ。M6 ディープ。次が、なんだえっ、ー、と、レーニエの、クラッチジャケット、クラッチジャケット、バイブルサイズね。を書きますよ、と。 レーニーのクラッチジャケットバイブルサイズはね、もはやカバンですね。もはやカバン。<laughs> こんなんでいいのかなもはやカバンだっていうね。カバンだーもう x ジャパンのくれないだーみたいに言ってみたけど。<laughs> 急にご乱心になるっていうね。もはやカバン。 え、でもこれさ、使ってる人に結構わかるんじゃないこれもはやカバンだっていう。あの、大きさ半端ないです。あの、レイニーのクラッチジャケットって25ミリリングのリフィルパッドがね、ついてるんですけれども、あの、完全にね、完全にサイドバックで、セカンドバックっていうかサイドバックっていうかね、あの、横丁に小脇に抱えるね、ほんとクラッチバックですね。もはやカバン。えーっと、なんでも入るんじゃないでしょうか <laughs>。手帳としても、ポーチとしても、万能すぎ。 手帳としても、ポーチとしても、ポーチとしても、万能すぎ。ポーチというか、マジでもはやカバン。ポーチというか、マジでもはやカバン。<laughs> カバン。かっこいい、かっこいい、 セカンドバッグをお探しの方。セカンドバッグをお探しの方。えーと、こちらの例にクラッチジャケット。クラッチジャケットはいかがでしょうかと。いかがでしょうか。 これミニ6はね、そんなにね、なんていうの、大きさっていうのは、まあ、それなりにやっぱ横幅とかはあっても、バイブルほどではないです。あの、バイブルはね、圧倒的存在感がある。例に比べていかがでしょうかと。えー、M6、M6 だって例にあったよね。例に、あれか、オンラインストアで発売してるやつか、あれは。あと、ふかふか素材。ふかふかで気持ちいい。アンド。 ふかふかやでって書いとこう。<laughs> ふかふかやでー。よし。最高だね。こんなね。あ、でも結構、1234サクサク終わるかもな。あ、だ、だ、この後あれだ。ディープのライフオーガナイザーがかなり、英語 B6、あ、違うな。ライフオーガナイザー、ディープのライフオーガナイザーに関して、私、M5 と、M6 と、バイブルと英語全部持ってるから、それもあれだね。書かなきゃ、おんないね。<laughs> 書かなきゃ、おんないですね。よし。 これを引っ張りまして。よいしょ。ちなみにまあ今マンネースで普通にライフのね、この情報カードに書いてますけれども、めちゃくちゃ書き心地はね、まあさすがライフですよね。めちゃくちゃいいよ。よいしょ。もう全然なんか言うことなしっていう感じですね。で、次がディープのライフオーガナイザーね。 まあ、物をさ、一緒に紹介できればいいけど、まあ、物の紹介はさ、またね、あの、その時その時で、あ、ごめん、今めっちゃ、めっちゃ揺れちゃった。その時その時でできる日が来るから、まあ、それはね、お楽しみですね。ディープ。あ、違った。ディープじゃねえ。ディープ。ライフ・オーガナイザー。M5。じゃなかった。まだ、あれだった。レーニエの、あれが終わってなかった。 レーニエのライフオーガナイザーが終わってなかったわ。レーニエのね、ライフオーガナイザーのね、HB×WA5 ってやつもあるんですよ。それはね、あの、片っぽが HB×WA5 で、片っぽがバイブルサイズの、えー、っと、リフィルを挟めるようになってるんですけれども、これもいい手帳ね。これはどっちかっていうとなんか結構台湾、台湾中国 なんか、そっちの、えっ、ー、と、アシュフォードのさ、えー、商品を販売しているアカウントでめちゃくちゃね、多分ね、あの、使ってて、うん活用している、えー、ポストがすごい上がってて、それで火がついたんじゃないのかなどうなんだろうね。えー、次。レーニエのライフオーガナイザーね。レーニエライフオーガナイザー HB ね。 えーっと、ふかふかに酔いしれるって書こうかな。<laughs> ふかふか。ふかふか。れいにえ。ふかふかれにえふかふかれにえ触りたくなる。え、ふかふかれにえの真骨頂って書いとこうかな。あ、でも真骨頂 ちょ、あれだな、そのものの本来の姿っていうことはちょっとおかしいね。ふかふかレイにふかふかレイにちょっとここから倍速にしますね。<laughs> 倍速にしまーす。 はいということでですねえー、作業動画ね倍速にしてちょっとねはしあのあまりにもね 長すぎてし、長すぎる動画になってしまったんで、40、いや、4 50分ぐらいの動画になっちゃったのかな普通に倍速しないとね、えー、なってしまったので、えっ、ー、と、ある部分は倍速にしたのと、あと、プラスで、ちょっと後半の部分ね、後半の部分はちょっと端折ったんですけれども、今、ようやくね、書き終わりました。ここら辺とかね。ここら辺がね、端折ったやつかなマイミクス社の英語とか、テカテカじゃんっていうのとかね。 あと、プラスで、こっち、豊かになる手帳っていうのは、キャバリエの M6 サイズのキャバリエさんですね。こちらでしょうあとは、えっと、ミリタリーに弱い人絶対買うやつが、これミルクロ、ミリクロスね。で、こんな感じで、今日ですね、実際15枚ですね、書きました。一応、ま、なんかあった時のためにさ、なんかあった時にさ、なんか濡れたら困ったりするから、写真用のクリアパックとかにこんなね、風に入れて、 このマイメロちゃんに入れて、そのマイメロちゃんをさらに封筒に入れて、で、そちらをね、また、あの、大阪にね、ちょっと送り、関西の方にね、送りたいなと思います。えーと、こちらが一種ね、初じんでめての手帳のアッシュフォード。で、こちらがストラーダですね。と、プラス、 えっと、ディープのミニ六サイズ。あと、もはやカバンが、レイニエのクラッチジャケット。で、こちら、ふかふかレイニエが、あの、レイニエの、えー、HB×WA5 のレイニエですね。で、こちら、小さいよ、可愛いが、M5 のライフオーガナイザー。ここはね、もうね、M5 に関しては、その M5 サイズにはまってしまうと、結構沼っちまうよっていうね、注意事項も書いてあります。あの、多分ね、皆さんもね、ミニ覚えがある人もいるんじゃないですか、ないでしょうか。M5 サイズを使い始めたら、M5 しか使えなくなっちゃったっていうね。 で、そういうのと、あとはこちらミニロックサイズのライフオーガナイザーと、えっ、ー、と、このバイブルサイズのライフオーガナイザーと、英語サイズのライフオーガナイザーと、まあ、ライフオーガナイザーだらけだよね。あと最強通ヤ子なのはビタリータさんですね。ビタリータさんの M5 サイズかな。こちら書いて、 で、プラスで M6 サイズのビタリータさんも触れたら惚れてまうっていうね、えっ、ー、と、文句で書いてみました <laughs>。で、あと、在庫あるのっていうのがレク,レクタングルオルターさんですね。まあ、これはね、レクタングルオルターさんとかは割とね、あの、売り切れてるところは売り切れてたりとかして、あんまりね、もうないところもあるから、あんまあったら奇跡的なね、も、まあって、えっ、ー、と、もしね、 うん、もうパッとね、見た目でちょっとバイブスが上がったら、ぜひぜひ手に入れていただきたい手帳ですね。で、これ、えー、マイミックさんと、えー、キャバリエさんと、ミリクロスっていう感じで、こんな感じで出来上がりました。まあ、こちらのポップなんですけれども、まあ、これが、まあ、どういう風にね、このポップたちがどういう風になんか、 えーと、貼られるのかよくわか、わか、まだわからないですけれども、ぜひぜひね、これから行くよっていう人、これ、私がさ、だって今日、明日送ったとして、即達で着いたとして、ちょっと待って、今日が4月の、4月の3日か、まあ、即達で送ったとして、 ま、翌々日には着くとして、まあ、今週中にはね、あの、早くて今週中にはね、このポップもね、どっかに貼られるんじゃないのかなと思うので、まあ、そのタイミングでね、貼られるよーってタイミングで、この動画をね、出せたらなと思っております。ということで、見てください。今日もね、見てくださりありがとうございました。久しぶりの作業動画でしたね。あの、倍速にしてるんで、なんかカツカツ音とかね、かなり入ってると思うので、あとね、また睡眠導入 BGM 動画として使っていただければなと思います。ということで、今日も見てくださりありがとうございました。 ではまた明日お祝いし,みしちょうバイチャー